このリアル脱衣麻雀ポロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半チャン1回戦を行い、各半チャンのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり8000点のバップを支払わなければなりません。さて6球層ペンさん、ペンさんピー引いた、これリーチですね、これリーチですね、リーチですね、あーリーチかけないと、役がないので上がれないので、一周回ってくると、あ、テンパってる私って気がつくので一周回ってリーチ打ちます。ただ今最初急走打たれちゃいましたね。急走打たれちゃいましたね。テンパってますよ。テンパってますよ。ミユさん気がつきましょう。気がつきましょう。さあ一周回った、一周回ってつもぎりリーチっていうのは初心者のもう定番なんで、これでリーチでいいです。リーチでいいです。リーチでいいです。貫禄走にしない方がいいですね。このまま、はい、確認してますね今ね。はいはい。で何と何待ちかが分かれば、はい、リーチなんですけど。リーチですよ。リーチいけるかな。リーチいけるかな。絶対テンパってるからリーチだよ、リーチ、はい、リーチ、はい、そうそうそう、一周回ってつもぎりリーチ、はい、はい、リーボー出しましょうか、リーボー、はい、はい、9層が2枚出て、あとは6球層が、あ、ここにローソー浮いてますが、ローソー危ないですよね、危ないですね、危ないですよね、赤ウーソー、ウーソー赤ウーソーって切れてるからね、ちょっと想像じゃないかもってなっちゃいますからね、そうですね、はい、うん、6球層は全部で山に5枚ってことですか、うん、そうです ね、 ね、うん、あ、行っちゃうかな、ローソー、これ行っちゃいますね、普通に考えたら行きますね、普通に考えたら行っちゃいますね、ただローソー、ローソー当たれるかな、ロンですよ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 、はい、あ、片山さんが心配するパイがこう崩れるかみたいなのが本当に出ますね、はいはい、一枚一枚倒していきます、はい、その方がいいです、はい、リーチ、ザ・リーチ、リーチ、ザ・リーチ、ザ・リーチ、はい、ザ・リーチ、1300点ですね、はい、あ、親、あ、親、親だ、ごめんなさい、2000点失礼しました、うん、親、うん、はい、水戸さんの脱ぎ脱ぎタイムやってまいりました。そのベストとシャツがつながってんの、一気にガッていっちゃうのかな、いっちゃうのかな、いく、じゃあ次はガバッといきましょう、次はガバッとね、次はガバッと、はい、親のミユさんが2000点で上がりましたのでレンチャンです。さて今度はドラはパーソーです。今度はしっかり立てることができるかな、よいしょ、立たない、パーソーが、パーソーが統一、おお、これはクイタント役を、いう役を知っていると、そうですね、食いたんでいきたい感じもあるし、統一も結構あるし、ポンとかチーとかできたら早いんですけどね、統一もしかし4組ありますか、3組か、統一は、うん、統一は3組ですね、さあリーパイができまして、どうするか、まず第一相撲、積もってないかな、多分、はい、あ、気がついてくれましたね、はいはい、ウーピン引いてどうするか、まずシャーギリ、シャーギリ、こちらは白が統一です。相良さんは両層を引きました、九層を重ねました。さてミユさんのツモ、ミユさんチャンスですね、皆さん手が遅いんで、うん、はい、これ泣いていけるかな、まあ、統一がね今4つあるんで、統一4組ですね、全部ポンポンいっていくと、うん、スッチソーでテンパるようになるんですけど、なるんですけどね、はい、まず白の泣いた水戸さんです。ローワンが重なってこちらも統一が増えてます、
イーシャンテンチートイノにも見えたかな。チートイノイーシャンテンですね。ね、はい、はい。ローピンをあんこにしました。相良さん。チュンを切ります。スーピン引いて。こちらチートイーシャンテンです。さて、ミユさんは E1。イワンツモギリタンヤをは知ってる感じですかね、うん、3ピンを切ります。三藤さんも白を泣いても、あ、換算層入っていい感じ。流派から行って安全牌の白を残してます。チーワン引いて、あっとチートイやめました。さてミュウさんはリャンワン、んにゃー、カンリャンワンは惜しかったけど、まあでもタンヤオで行くならね、うん、そうですね、うん、スーワン引けばまた少しいい感じになるんでね、はい、ここはローワンが入って一歩前進。ここもトンから行って白を残しています。チーソー引いてイーソー切りか。そうですね、ミュウさんはこれ一つ振り点が分かってるかどうかっていうのもありますね。あ、そうですね、最後にイースワンになっちゃうと危ないですね、はい、そうですね。パーピン行ってワンズの伸びに期待します。ローワン引いてどうするか。9番切りあくまで白は残してます。スーソー引いてここはどう出ますかね。チーソーかイーワンかぐらいですか。チーソーですね。今引き戻しました。これでね、単ヤオにならなくなって嬉しいのかちょっとよく分かんないですけど、難しいですね。最後シャンポンになりそうなんでね、はい、これでイーシャンテン、はい、はい、キューピン切って今頭がない状態です。赤ウーアン嬉しいとこ引きましたね、はい、チートイだったらテンパってましたが、どう考えるか。 E1 切りと出ました。またチートイのイーシャンテンに戻ってもいます。なん、あ、テンパイ、何かの短期、3万か2万の短期でテンパイです。さっき2万短期で上がってんですよね。また2万短期にしました、うん、はい、リャンワンは山にはないんですけど、そうですね、あれタンヤを行くんですか。なるほど、あ、そうですね、リャンワンはもう山にはない、うん、ここで何かを引いて短期を変えるかどうか。ローピン変えましたね。ローピン短期にしました。ローピンもない。さてこちらウーピンアンコイーシャンテンですね。ただパーソーが実はまだ、え、あ、これはこれでもいいのか。いや違うな。3腕を切った方が良かったですね。いいですよね、はい、一応イースソーの2面や3面ちゃんがあるので、ね、あるんですよね、はい、これはいい。普通はこ、あ、今度6球腕になります。6球腕の方がいいと思うんだけど、そうですね、はい、ロー腕が出る可能性がここあるんですよ ね、 ここね、ありますね、さあこれでテンパって、テンパってリーチ、マッチがちゃんと分かってますね。これ並べてあるんで、分かってるかな。5、6、7を横に置いて、ね、3面ちゃん分かってると思います。はい、スチーワン、リャンワン、リャンワンはもう山にはないですが、ローソー引いてどうするのか。パーソンが実は山に2枚残ってるんですよね。3ワン、あ、まあ、とりあえず3ワンを打っておいてイーシャンテン、これラッ、ある意味ラッキー通るんですよね、これね。切り遅れちゃった範囲ですけど ね、うん、今度リャンソーとどっちがいいかなっていう、はい、
リャウソあれリャウソはあリャウソフリテンだフリテンになりますね、うん、リャウソ切っちゃってますからこれフリテンで危ないですね、まずいぞまずいぞ、あこれ危ないですね危ないですね危ないですね、フリテン分かってるかな、スーピン行きました、ウーアン、これもまあ通るんですけど、まあ行くんじゃないですか、形でもうそのまままっすぐ行くんじゃないですか、はい、最後まで、はい、ああ捕まってますねここでウーソー行けば、そうですね、ウーソー行ければいいんだけど、スチワはノベタンになるんですよね、そうですね、で同じ町になります、点になって、はい、ほとんど両者ともに非常に上がりにくい形になるんだけど、はい、でもこれウーソー行かないと宝珠ですもんね、ですし、リャウソーが自分でねフリテンって気がついてればいいんですけど、これ気がついてないんですね、気がついてないんですね、はいはい、で G1 高めですね、はい、これイーペイコーの方か、はい、はい、リータンイーペイコー赤1で満貫ですね、はい、はい、さあ三藤さん頑張っていきましょうか、頑張っと今度こそ頑張っと、はい、いっぺんにそのくっついてるっていうのはいかない、お行く、行きましょう、脱ぎっぷりの三藤、ミス脱ぎっぷり、え違うの、違うんだ、あいやなかなかのもんでございます、三藤さん次はガバッと行きましょうね、次はガバッとね、はい、まあこの後親だし、はい頑張りましょうね、はい、何の一曲、連続宝珠の三藤さんの親でドラはパーワンです、さて三藤さんのハイパイはどうかな、うん、完成メンツはない流派の問い図があります、ツーワン白から行きました、さて相良さんはリュウファが統一、あこれもちもちになっちゃってますね、そうですね、二人とも上がれなそうですね、はい、もっときさん、そしてみゆさんはおーウーワンにローワンくっついて悪くない形、酸素ペーからですね、はい、完成メンツ一つ、お3番が入ってメンツ一つできました、差し子も見える、リューファが頭にむしろなればいいかなというところがあります、チュンが統一、ドラのパーワン、ピンズが一数チートあります、元木さん、さてミユさんはドラのパーワン、酸素を切っちゃう、そうですか、ウーピン引いて、うん、パーソーから差し子の形になればいいんですが、というとここで急走を切りました、チーピンにローピンくっついた元木さん、三走、うん、E1 の方がいらないんですけど、そうなんですよね、なんか E1 何かに固執してますね、そうですね9番が重なりました、統一がこれで4組、これをどう見るか、これも E1 ですね、 E1 ですよね普通はね、はい、赤ウピーいいとこ引いてます、ドラのパーワンにもくっつけたい、うん、何を切る、イーソーあたりですか、そうですね、ああそうなんですね、はい、あでも頭がねイーソーいっちゃうとね、ローソーサブローソー好きですねこれね、あここで E1、 ここでやっと E1 に手がかかりましたね、うん、はい、謎の E1 残しでしたからね、そうでしたね、パーピン重ねて、さてどうする、差し子を見捨てるか、見捨てました、うん、はい、形で打った方がいいですね、はい、C1 いいとこ引きます、ちゃん入った、これはもうチュン頭と考えればイーシャンテン、リャンワンはもう E1 切っちゃったから、 で、 でも取っておく、うん、うん、急
9層を引いてこれは切りました。パーソーすでに打ってます。ローピン、まあ、いいシャンテンなんですよね。パーソここでリャンマンをリャンソーを引きました。さてどうする。ワンズの中膨れに手がかかりました、まあ、すっきりさせて、うん、あとは考えましょうってことですか ね、 はい。ジーソー切り、シャー切り、元木さんはいいシャンテンですよ。あれまあ三ゾ2枚切れてるからそこに目がいってもうないのかなって思ったけど、うん、イペコができますね。あイペコを見て、うん、えっおここもねリャンピンを切ったイースーピンのがいいんですけど、はい、どうしてもトイツーに目がいきますね、はい、でこれテンパイですね。はいはい、テンパイじゃないか、ごめんなさい、はい、テンパイじゃない、ごめんなさい、失礼しました。数ピン引いたんで差し子の可能性が結果的にはあったんですが、まあこれはいいでしょう。数層重ねた、ははー、なるほど、いいシャンテンはいいシャンテンです。これチーソー切っちゃってるんですよね。そうですね。なのでフリテンじゃない方のイースソーを残しましょうかね、はい、うん、そう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 、はい、チーソーがまた来ました。白チュンがまだ2枚とも山なんでね、あれチュン泣きたいですね、うん、そうですね、チュン泣いて元木さんはポンテン、うん、ウースを引いてます。三藤さんと相良さんはお互いに初がもちもちなので苦しいです、うん、タンヤオに変化できますね、はい、あー、はい、チュンを切ればタンヤオなんですけど、はい、まあ、チュンの方が出そうだなって感じですかね。はい、パーピンアンコでテンパイ、これリーチでしょう、もうもはや。そうですね、はい、イーソー3枚切れてますけど、あ確かに、まあリーチですね、はいはい、ちゃんとリーチ、はいはい、いいですよ、悪くない。9層リャンワン、うん、ここでチュンに手をかけました。数層がここに2枚あるので、数層はあと3枚合計かな。ドラのパーワン、そうですね、3枚ですね、まだある。いいピン行きました。ペーリャンピンアンコ、これでイーシャンテンです、うんうん、ドラのパワーは通ってますからね。そうですね、ウーワン、イーシャンテンキープですね、はい、あ、テンパイ、はい、カンパーピンでイペーコリーチしてもいいですね、はい、パーワン切って、うん、これパーワン現物なんだから、はい、パーワンで行くべきでしょ。パーワンで切って、そうです、そうです、メンツになってますよ、テンパってますよ、テンパってますよ、ええ、あの満足今確認してるところですそうですね、そうですね、はい、そうですね、5、6、7でできてますよ、できてますよ、8待ちですよ、ピンズの8待ち、はい、リーチしていいですよ。はい、確認してます。リーチした方が確実ですからね、役が、はい、イーペーコちょっとわからないかもしれないので、はい、はい、リーチへ、リーチ行きました。
でパーピンはしかし1枚もない。あら、あんこの人がいる。ミトーさんあんこですから、はい、怖がってますね、はい、ミトーさんの補充の可能性はないんですが誰の補充の可能性もないんですが、テンパイはテンパイです。とすると椅子層をミユさんが握ったらこれはどうにもならないっていう展開ですが、このイーピンも嫌ですね。いいシャンテンなんですけど、ドラのパーワン行きました。ミユさんなんでつもんないの。今やっとつもりました。はい、つもリーチつもリーチつもリーチつも千オール千オールですね。はい、千オールで三人脱がせるというところに意味があるな。はい、東京都足立区出身の相良さんの1枚目です。何いきますか。何、おっとリボンですか。リボン、リボンではない。あ、生足になりました。はい、ということで東京都足立区出身の相良さん初脱ぎでございました。はい、まあ、積もられてしまったのでこれはしょうがないと。ミユさん2枚目は何いきますか。はい、ミユさん2枚目でした。はい、さて元木さん、いよいよスケスケがリアドになるのが、そういう時間がやってきたんでありましょうか。うん、リボンを外してこの後まだ先はあります。頑張りましょう。はい、